これローソンのビールみたいですね。ゴールドマスター。飲みやすい。なんか昨日の夜うちの奥さんと話してて、このまんまね普通のね生活ができればいいよねみたいなことをねうちの妻はおっしゃってたんですよ。でも僕はね言ったんですけどね、その普通が大変なんだって話をしたんですよね。普通ってね、ある意味僕は最高の贅沢だと思うんですよ。普通を維持するために苦労するんですよって今になって僕は思いますね。なんか普通の生活をしたいななんていう風に思いながら日々を生きてるんですが、多分僕の視聴者の方は思うと思うんですが、お前のどこが普通だよって怒ると思うんですよね。いつもこんなことばっかやってと。今もまだ朝ですよ。まだね9時前なんですが、公園で一人ねビールを飲みながらね鳩と戯れてるわけですよ。みんなはね今ね駅に向かって一生懸命出勤をしてる最中ですが、まあ、ただ何が普通かって分かんないけど、寝る場所があって、ちゃんと食べれて健康で長生きできて、なんか多分そういうことだと思うんですよね。僕の視聴者の方たちも皆さんも、本当に普通を願ってると思うんですよ。普通に長生きして普通に健康で普通に家族が幸せで、まあそれが本当一番の贅沢だと思いますよ僕は。変な話ですけどね、普通を維持するために YouTube をやってますからね、それが一応仕事なので、ライブ配信なんかもちょっと視野に入れて検討して今始めようかなと思ってるんで、みんなでね頑張ってね助け合いましょうよ。皆さんの力と、まあ僕もできるだけ皆さんに力を、何かあったら言ってください、貸しますので、できる範囲でね、できる範囲で、皆さん本当にできる範囲でいいと思うんですよ。最近モネちゃんがさだまさしさんのトリビュートに参加してるじゃないですか。僕がさだまさしさんを初めて聞いたのは小学生の時ですかね、関白宣言ですよ。ベスト10で見ましたけど、まあ、あの頃面白い歌だなと思ったけど、今関白宣言なんでね、言うと男尊女卑みたいな、ジェンダーの今のこのジェンダーレスの時代に、あれはモラハラソングだみたいな感じの言い方をしますが、僕の家を考えてみると、飯はうまく作れ、僕がいつも飯作ってうまく作ろうとしてるんですよね。いつも綺麗で色ね、一応できる範囲で構わないから、僕はスキンケアしてますよいつも。俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてはいけない、僕は先に起きますね。で、まあ、こうやって散歩してるんですよ。まだ妻は寝てますね。今日休みなんで。ただ、俺より先に寝てはいけない。寝るのは僕早いですね、最近ね。うん、妻は YouTube を、夜中にずーっと見てて。そうですね、YouTube とか Netflix をずーっと見てて、なんだかんだ寝るの3時ぐらいとかになっちゃってるんじゃないですかね。僕はもう12時前には寝るようにしてますけど、その分朝こうやって早く行動しようかな。だから世の中変わったなと思います。全然関白宣言が、亭主関白って言葉ももうなくなってるなと思ってて、まあ、だからモネちゃんいいタイミングでさだまさしのトリビュートやってるなぁなんていうふうに思ったりとかしながら、太陽化の時代なので働き方も変わってくんじゃないかなと思います。ちょっとライブ配信本当にやろうかなとは思ってるので、ちょっと今勉強してる最中なんで、また決まったらお知らせしますよね。じゃあ帰って勉強します。来たなお前、寄ってきたな、寄ってきやがったかお前、と人が怖くないのかよお前は。こっちも来やがって、囲まれてますよこいつらに。こっちもっといるな、俺。こっちからも来た。こっちからも来やがった。